NMB48 のギュギュッと伝言版。イエーイ。落ち込んでいる相手に元気を与えられるようなセリフを一人ずつ発表してください。おー、難しいな。うわシチュエーション感、ね、シチュエーション、ね、そこまでしっかり考えてね、発表してくださいね、ゲート。私ゲート、ゲート、はい。じゃあ行きます。1たす1は2。にっこり笑って今日も頑張ってね。おーい、先輩としての意地を、はい、意地を見せてください。何の意地な。ではお願いします。なあ、そんな落ち込まんでも、あなたの気持ち私たちに届いてるから大丈夫。なんでそのイケボ落ち込まんといてキャラ、キャラがよくわかんないけどなんでイケボなの。ちょっとイケメの、はい、さあ、ね、ちょっと元気出ましたね。ちゃんとありますか。いいんじゃないですか。もう一発目もらってみたいな。みかなに励ましてもらいたいな。みかなに励ましてもらいたいな。いやお願いします。はい、そんな押し込むなってスルメでも食えよ。なんでどういうこと。怖い、怖い、誰に。怖いよ。私のおじいちゃんがスルメが大好きで、スルメを送っときゃいい。スルメか、おじいちゃんって。なるほど。あの針なんか爪って聞こえてる。爪見せてたらどうか。爪でも食えよ。すごいよ。スルメか。スルメね。スルメね。はいはいはい、はい、なんかちょっとまあそれぞれがね。そうか、シチュエーション聞かないよね。そうそうそう。まずじゃあケイト。私はもうちっちゃい子に向けて。あ、確かに。ちっちゃい子たちに向けてニコニコしてたらいいよって、何でもニコニコしてたら済むよっていう。わあ。シチュエーションがあって、他の2人よりもあのやっぱり劇場公演とか NBC シアターでやってるんですけど、なんかコールの時に声が出ない人とか、声出しすぎて、そういう人になんかあなたの表情とかで気持ち伝わってるからね、落ち込まんといてっていうファンの方、そうです、ファンの方に向けて。絶対後付けですよ。違うよ。そうやったね。確かに。うつくないわ。なるほど。皆さん元気づけられましたか？あれ聞いてよ。聞いてよ。じゃあ帰ってくる。私はおじいちゃんがもうとにかくスルメが大好きだから。聞いてる。聞いてる。会えなくてね、寂しがってるんですけど、スルメを送っときゃいいっていうのでスルメを送って。じゃあおじいちゃんに向けて。あ、おじいちゃん見てくれてるんだよね。なるほどね。おじいちゃん見てるかな。面白かった、よかったです。いや、無理やり。NMB48 は29枚目シングル「これが愛なのか」をリリースさせていただきました。この楽曲はですね、ロック調になってて、すごく疾走感のあるミステリアスでクールな楽曲になってるので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。以上 NMB48 でした。